ダーターダーター,ーは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名の、ダーターはペルカカに属する、小型淡水魚の総称にちなむ。ダーターは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート車で寄港し、1943年6月6日に、e、E.B. ウィーラー夫人によって浸水し、艦長ウィリアム・シャーリー、ジン、ストーバル・ジュニアさ、 アナポリス1929年組の指揮下のもと1943年9月7日に収益した。ダーターは10月31日にコネチカット州ニューロンドンを出港し、11月26日に真珠湾に到着した。12月21日、ダーターは最初の紹介でトラック諸島近海に向かった。同方面では南。 西方の日本の重要な補給路をパトロールした。このパトロールは修理のために二度中断されている。最初は12月25日、ジョンストン島を出港して、紹介海,海域に向かう最中に行われた、先行訓練の際、ツリムと上流機に異常が発生して、紹介に影響があると見られたため、真珠湾に引き返した。12月29日から1944年1月3日まで、 新珠湾において修理を行い、翌4日に再出撃した。1月5日から12日までは、エニウェト区干渉近海で紹介を行い、その後はトラックとポンペ島を結ぶ海域に移動。1月16日午後、ダーターは近在のブラックフィッシュが接触した輸送船団の迎撃に向かうが、ダーターがその船団に接触することはできなかった。1月30日から2月2日までは、 つらぎ島、ついで2月4日から8日までは、ミルン湾で修理を受ける。2月13日、ダーターはの地点で7500トン級輸送船を、中心とする輸送船団を発見して追跡し、の地点に至ったところで、監首発射艦から魚雷を6本発射したが命中せず、続いて、艦尾発射艦から魚雷を4本発射して1本を命中させ、目標の撃沈を報告したが、 護衛艦からの爆雷による反撃を受けた。2月17日から18日にかけての第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将によるトラック島空襲では、トラックの南西海域で脱出艦艇の攻撃と搭乗員救助を担当した。最初の紹介はとにかく故障につきまとわれた。2月25日、ダーターは66日間の行動を終えて、ミルン湾に帰還。 翌日ブリスベンに向けて出港し、2月29日に到着した。ブリスベンでの整備の後、3月17日に、ミルン湾に向けて出港して3月21日に、至るした。3月22日、ダーターは2回目の紹介で、ダバオ南方、ハルマヘラ島近海、ニューギニア北西部方面に向かった。3月23日にで燃料補給を行い、 3月29日に小区に到着する。3月30日未明、ダーターワの地点で輸送船団を発見し、魚雷を6本発射して、最初の日本以外が陸軍輸送船藤川丸、川崎汽船2829トンに命中して、これを撃沈した。4月5日、司令部からダバオから日本艦隊が出撃してくるという情報がもたらされた。 察知された日本艦隊とは、第58任務部隊の攻撃、パラオ大空襲を避けるべく、パラオからシンガポール南方のリンガ白地に向かう、第二艦隊、栗田武雄中将の一部であった。ダーダーは、デイス、スキャンプ・バッシと共に、艦隊出撃を待った。4月6日、未明、ダーダーのレーダーはの地点で、第二艦隊とおぼしき7つの目標を探知し、 デイスと共に迎撃体制に入る。しかし、目標は、推定22ノットの高速で航行しており、魚雷を発射するチャンスすらなく2時間程度で接触を失った。この後は、敵との接触もあまりなく、4月29日から30日にかけて、給油のために、ダーウィンに寄港した後、春間ヘラ島とタイ東近海で、再び紹介を行った。5月23日、 ダーターは63日間の行動を終えてマヌス島に帰島。艦長がデビット・エイチ・マクリントック少佐アナポリス1935年組に変わった。6月21日、ダーターは3回目の紹介でダバをモロタイ方面に向かった。前回同様、ハルマヘラ島とミンダノオ島の間の海域で紹介を行った。6月29日昼過ぎ、 ダーターはのハルマヘラ島北方諸大水道北口で美薬島救援の今作戦参加時の6月21日にオランダ潜水艦の雷撃により受けた損傷の修理のためマニラに向かっていた不設関係と2隻の苦戦艇を発見し、魚雷を6本発射した。津軽は応急修理による低速航行のため避けることもままならず2本が命中し沈没した。 ダーターは攻撃直後から爆雷攻撃を受けたが何事もなかった。この後、ダーターはダバをバリクパパンとパラオ間の交通路を紹介した。しかし、ダーターは津軽撃沈後、敵艦船らしい姿を7月15日と7月21日の2度しか見なかった。8月8日、ダーターは48日間の行動を終えてブリスベンに帰島した。9月1日、 ダーターは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。トレス海峡を抜け、9月10日に給油と修理のためダーウィンに寄港した。給油後、セレベス海で紹介。その後一旦紹介海域を離れ、9月27日に、全身根拠地であるミオスウンリ島に寄港し、給油と整備を行った。整備終了後、合流したデイスと共に出し、10月5日に、物海峡を、 10月7日に、ミンドロ島南方海域をそれぞれ通過して、紹戒海,海域であるパラアン水道に進出した。ダーターとデイスは、担当海域で紹戒、船団攻撃などを実施。10月12日、ダーターはの地点で、輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して3本を2隻のタンカーに命中させたと判断される。10月14日には、 デイスが十9戦断を発見して攻撃し、応急タンカー日鉄丸、日産汽船、5993トン撃沈、輸送船影響丸、日本郵船、6948トン及び、大前丸、大阪商船、5396トン大破の戦果を挙げた。ダーターは、デイスからの報告で、十9戦断に接近していったが、発見することができなかった。 10月19日にも、の地点で、吹雪型宅地艦に対して、魚雷を4本発射したが、命中しなかった。この頃、10月20日、レーテ島に対する上陸作戦が、開始されるので、司令部からダーターとデイスを含めたフィリピン近辺の、ほぼすべての潜水艦に、キングイー作戦計画に基づいて支援が命じられ、特に、日本艦隊の動きを注視するよう指令が出された。 ダーターとデイスは引き続き、パラアン水道とバラバク海峡間の海域を紹介し続けた。10月20日、デイスが数隻の艦艇を探知し、ダーターと司令部に通報した。探知されたのは、重巡洋艦ア青葉と軽巡洋艦キヌ、駆逐艦ウラナミであり、この3隻は、レーテ島に対する緊急輸送に任じるためマニに向かっていた。 ダーターとデイスはこの目標の追跡を開始したが、結局直接を失った。しかし、この間に、ダーターとデイスは、本来の証区から北東に移動する形となった。10月22日、ダーターは、デイスと接近し無線電話で、デイスの艦長のブラデン・ディ・クラゲット少佐、アナポリス1935年組と打ち合わせ中だった。その時、ダーターのレーダーがあるものを補足した。 最初は雨雲、ついで輸送船団かと疑ったが、それにしては、速力がある物体のように思えたので、とりあえず目標に向かって、速力を上げることした。10月23日1時17分、ダーターとデイスは目標を追跡中であったが、デイスのレーダーが故障したので、その回復の間はダーターが直接を一手に引き受けた。ダーターは追跡するうちに、目標は大物。 それも重量級の艦隊ではないかと認識し始めた。故障から回復したデイスに重量級の艦隊が二列渋滞で前進中と通報し時間に続くよう指示を与え全速前進に速力を上げた。この時点でターターとデイスの進路は目標の進路とほぼ直角に交わっていた。この目標はブルネー湾からレーテ島に向かう第二艦隊のうち 栗田中将自家卒の第一部隊である。3時30分、憶測はほぼ確信に変わり、ダーターは無線風刺の命をためらわず破り、日本艦隊出撃。パラワン水道経由で、霊帝向け進撃中と、推測と司令部に打電した。この緊急電話直ちに所属の、第77任務部隊第一軍司令官少将に、通報され、クリスティ少将は6時20分に、 戦艦ニュージャージー座城の第三艦隊司令長官、春税大将のに届けられた。また、これより、先の2時50分には、第二艦隊中の戦艦長戸がこの電信を傍受し、これに基づいて、栗田中将は全艦艇に警報を出している。ダーターとデイスは速力を19ノットに維持したまま、追跡を続け、4時45分には、攻撃位置に占いくらい、可能の見込みと打電し、 この間に、レーダーに映し出される目標は増加していった。6時9分、ダーターは自身の攻撃位置に占いくらいすべく反転し、先行した。レイスは震度を維持したまま先行していった。6時17分、空が徐々に明るくなり、戦望鏡越しにぼんやりと第二艦隊の姿が見えようになってきた。ダーターの位置は、ちょうど第二艦隊の西側の縦列の ほぼ真正面に位置していた。ダーターは進路を重列に向けるべく反転し、東方からの攻撃を目論んだ。6時25分、巨雷の進路を3メートルに設定し発射準備を整えようとした。6時27分、進路を重かじに取り、第二艦隊と平行にすべく進んだ。同時に、重列に進んでいる艦艇を、前の4隻は、従順洋艦、5隻目は、 戦艦都市別。実際は戦闘から栗田中将の機関アタゴ、高尾、鳥海、長門の順だった。ダーターは戦闘のアタゴに照準を合わせた。この時の飛害の距離は2600メートルであった。6時28分、栗田中将は艦隊にジグザグ航行を指示し、アタゴ以下の艦艇は左に進路を取り始めた。ダーターにとっては絶好の態勢となり、 6時32分、ダーターはの地点で、監渉発射管から魚雷を6本発した。2本は、アタゴに直接向け、1本は、アタゴの予想深度上に、残り3本を、アタゴの船竹内に入るよう調整してあった。ダーターはすぐさま180度に、方向転換し、完備発射管から魚雷4本を高尾に向けて発射した。6時33分、アタゴの右玄監渉。 3番砲塔横、2番煙突横、4番砲塔付近に、ダーターの魚雷が命中し、ダーターは高尾に向けて、魚雷を発射した後、潜望鏡をアタゴに戻して観察したが、あまりの近距離のため前傾を見ることはできなかった。だが、4本の命中を受け23度に傾いたアタゴは、全部砲塔から後部にかけて渦巻く黒煙に塊に、包まれ、 艦首から徐々に沈んでいくように見えた。そのあたごも6時53分に沈没していった。ダーターが新進度先行に移った直後の6時38分、高尾に魚雷日本が命中する音が聞こえた。ダーターは6時39分頃から爆雷攻撃を受けたが、大混乱の最中では反撃もままならず、難なく反撃をかわした。9時20分。 ダーターは、潜望鏡を上げて観察すると、大破し、停止中の高尾と二隻の駆逐艦、長波と浅島を発見。また、上空に航空機を認めた。ダーターは、以後五時間にわたり何度も高尾に止めを刺さんと、接近したが、駆逐艦が気になって、結局射程圏内に入ることすらできなかった。日没後、レイスと共に浮上し、高尾に、 水上攻撃をかけようと捜索したが、23時6分に、至る逆探知を受け捜索を一旦断念した。この間、ダーターもデイスもほぼ先行状態を続けていたため、時間が現在向いている方位がわからなくなってしまった。目標地形としては、パラアン島の山を設定していたが、夜では確認しようもなく、転速後方を試みるも運量が多く断念、せざるを得なかった。了解は、 最初の攻撃位置とおぼしき位置にとりあえず戻ろうと反転し、ダーターは西へ進路を取った。ダーターは推測後方で航行を続けていた。航方の誤差をわずかにとどめ、潮の流れの誤差も4分の1ノットと順調かに思え、17ノットで航行していた。ところが、1時5分、ダーターはの南沙諸島ボンベイ省に座礁してしまった。衝撃音を、 日本側に探知されたらしく、1万千メートルまで、艦艇が接近してくるのを確認したが、それ以上は何もなかった。ダーターの船体は、完全にリーフ上にあり、乗組員はダーターを離床させようとしたが、スクリューが水に浸かっていない状態でいかん。ともしがたく、ダーターは、高尾をなおも追跡中だったデイスを接近させる、こととした。デイス及びダーターの乗組員の艦を、 偽証させようという試みはすべて失敗した。この間、ダーターのすべての機密書類と機材は破壊した。2時46分、デイスはダーターにロープを投げ、またゴムボートも活用して、ダーターの乗組員の異常が開始された。ダーターのすべての乗組員は、デイスに乗り移った。3時45分、2本目のロープが、ダーターの完備に結び付けられた。 ダーターのマクリントック艦長は、罹患する際、識別訓練用のアタゴ型の模型に、これ、模型があれ、アタゴと同一艦艦？という目を残したが、これに結局意味があったかどうかは定かではない。5時55分、ダーターに仕掛けられたダイナマイトが爆発したらしいが、かすかな爆発音を聞いた以外は、船体が破壊が、様子は一切なった。レイスはダーターに向けて、 魚雷を4本発射したが、岩礁に当たって爆発しただけだった。ついで4インチ砲21発を、ダーターの水栓に命中させたが、日本軍機が飛来してきたので、レイスは先行し退避した。レイスは先行中もダーターの様子を伺っており、日本兵が駆逐艦からダーターに乗り込むのを確認した。この時、高尾の護衛から分離した長波と水雷艇日踊りが、 ダーターに砲撃しつつ接近し、13ミリ機銃と、写真、可能な限りの露覚品を得た。この分取った13ミリ機銃は、後に長波に据え付けられた。有刻、デイスは浮上して再度、ダーターの完全破壊を目論むも、正体不明の発信音を探知したため、これ以上の作業を断念。デイスは、ダーターの処分を、他の艦に依頼する旨司令部に打電し、収容した。 ダーターの前、乗組委員で寿司詰め状態になりながら現場を去った。レイスからの報告を受け、司令部からの命令を受けロックがダーターに10発の魚雷を発射したが、やはり岩礁に命中しただけに終わった。最終的には10月31日にノーチラスが到着し、6インチ砲55発を命中させた。ノーチラスの報告の末尾には、 ダーターのどの装置もジャップにとって価値あるものかは問い、スクラップ以外としてはとあり、その報告の通り、日本軍はダーターから何も得ることはできなかった。11月21日に第21号総会帝が、関西本部の召喚を乗せて、ダーター調査に派遣された、結果は同じであった。それでも、調査した情報の一部は1944年10月に、 カラス級諸近海で沈没したタングの乗組員からの情報と合わせて海軍対戦学校において米国潜水艦関係資料速報として編集された。ダーターの船体は1952年1月7日に経営総監で派遣された調査員によって調査され再度爆破処分された。1965年夏にはベトナム戦争に従事中のパーチが ダーターの残骸を訪れ、その後は1998年頃まで残骸が残っていたことが明らかになっている。レイスは立水の余地しかない状態で航行を続け、11月6日にダーターの乗組員と共に無事フリーマントルに到着した。彼らの高い繊維を維持するため、マクリントック艦長イカダーターのすべての乗組員は、当時マニトワック造船所で建造中であった。 バラオ級潜水艦メンハーデンへの上官を命じられた。ダーターは第二次世界大戦の先行で4個の従軍政賞と海軍主君部隊賞を受賞3隻19429トンの日本軍艦艇を撃沈した。なお、ダーターの艦名はダーターに引き継がれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。